はい、おはようございます。今日はどこに向かってるんですか今これ。それを聞くんか。それを聞きます。今日は大変なことになっとるぞ。何がどう大変なことになってますか。お前なんだ。まず自己紹介してよ、おにぎり。はい、どうもおにぎりでーす。いざ編集長に爪痕残す。はい、いざ編集長にちょっと爪痕残したらぞって、はい、ちょっとガリッとチャンスに食い込む。はい、またあのね、もともとおにぎりってあの編集やってたんだな、ずっと。はい、編集やってます。もうどれぐらい、3ヶ月ぐらい。今で4ヶ月目ぐらいですかね。4ヶ月ぐらいか。はい、今日はですね、まあちょっとあんまいい話じゃないんだけど、はい、あの職人じゃなくて営業でさ、はい、やめたやつ多いじゃん。ああ、はい、そうですね。まだちょっと動画は出てないですけど。あ、出てないか。はい、やめたやつがおって、はい、まあ問題を起こしてね、はい、まあなんかアルバイトで手伝ったとかなんとか言って3万円もらったとかやつね、はい、でまあクビだもんね、それはもちろん。まあそうなっちゃいますよね、やっぱり。うん、なんかやっぱ塗装職人がすごい好きだと。はい、あのなんか現場で何回か手直しとかで行って、もともと職人やったから配管かなんかの職人やったの。あ、そうなんですか。あいつね。ああ、うん、でなんかまあ塗装職人やると、地元のとこでやると、はい、いうこと言って、ああ、まあだったらええなって言って、まあね、はい、家庭もあるやつだね。はい、喋、うん、っとったら、なんか渡辺塗装って子がおるんだけど、はい、まあ、うち協力業者でさ、結構イケメンで面白い子なんだけど、はい、なんか その子のことを崇拝しとったの、そいつは。おで、そいつのとこで働いてるっていう噂が立ったんだ。え、マジっすか。うん、佐々木ファミリーから聞いたんだけど、はい、うん、なんか使っとんじゃねえかって言って、使ってるって言って。マジっすか。もうちょっとじゃあ一回 VTR 流そうか。そうです、確認しましょうか。確認しましょうか。2つです。誰から聞いたんですよ。誰から。サナイの人から。ちょっとこれ緊急で勘弁を話してますけど。本当らしいです。まあ確かかどうかわかんない。なんかでももともと結構こう好き好きみたいな、あ、崇拝してるって言ってた。崇拝してる感じはあったらしくって、その問題 A しか K1 しかなんて書いてたらしいね。はい、いましたが渡辺くんって、うん、まあ、教育業者におる、はい、まあ、ちょっと新規者かな。ちょっと最近入会当時の職人新しくも増やせておるので、うん、新しい、ね、もう6件ぐらい叩いておるってことかな。そうですね、アパートとかも結構やってくれてるみたいですね。結構綺麗にやってくれるっていうので、まあ、入ったんだけど、その子の下で働いてるっていう噂、うん、そこで見たの。そうです、そうです。そこでも寺岸さんがたまたま帰ってきた時に、うん、おったぞあいつっていう話を、うん、確認、私に確認の電話が入ってて、うん、辞めたんじゃないのあいつみたいな、うん、辞めたはず、もうだから辞めたって聞いてからだいぶ後に見てるんで倉庫で、うんうん、辞めたはずですけどっていう時に、その職人さんと一緒にいたっていうところも含め、やばいな、それ怪しいんじゃねみたいな。怪しいな。大丈夫。もしもし。あ、お疲れ。はい、お疲れ様です。今いいかな。はい、大丈夫です。今さ、ペコちゃんとさ、はい、動画撮っとんだけどさ。はい。何あいつ、何あの、この間3枚のアルバイトしてクビになったやつ、名前ちょっと言えんけど、動画回しとるで。あー、はい。あいつ、渡辺君とかで働いてんの。感じがあったんで。うん、どっから聞いたの噂は。噂はどっから聞いたっていうか、私一緒に管理してて、結構あの仲良く、うん、あの大好きな感じだったんで、現場行っても手伝うんですよ。うん、だからそういう風なのかなって思って。本当。もう工場か。あそことも話もしてます。違うところの情報。結構いろんな人が見てます、ね、いろんな人が見てますよね。飲みに行ったりとかも結構しとるみたいな話だったよね、確か。なんか飲みに行ったり、飲みに行きましょう、飲みに行きましょうっていうのと、うん、それ仲いいらしいね。まあ、それはいいことかなと思ったけど、結構ミッチーとかも行っとるけど、うん、あいつも結構行っとるんだ。そうだから結構飲みにも行ってるし、現場でもお手伝いしたいしたいみたいな感じ。ああ、そうです。シールハンとかも手伝っとんの見たって言ってました。お、何やね、管理っていう。シール班も、うん、あの管理じゃなくて塗装手伝っとったよみたいな。あ、管理で行っとんだけど、はい、ずっとペンキ塗り手伝っとんだ。はい、塗装手伝いたいみたいです。あ、結構なめとんねあいつ。い
まあ、じゃあ仕事はちゃんとやれてればいいけどね、別に。まあまあそうですね、はい、それぐらい崇拝してるっていう情報は、まあ、旗から見とっても分かる感じだよね。あ、うん、めちゃくちゃ分かりますね。これは明らかに黒だな、じゃあ。いや、一回ちょっと現場行ってこなかったな。わかりました、情報ありがとうございます。はい、また通報お願いします。はい、失礼します。全部をこうトータル的に見てくっつけるとありえるんじゃないですか。ありえる。崇拝してるし、飲んでるし、もうね、うち来いよ。そうで、簡単に入れるじゃないですか。そうだよな、何も手ぶらで入れるわけだし。ああ、そうだよな。ってなったらありえるんじゃないっていう。でも先飲んでる勢いでちょっとね、いいよ、これであげるわ。そうです、そうです。ただそのビビるっていう気持ちはないのかなと思いますけどね。誰かしら現場には行くわけじゃないですか、管理が。そうだよな。行っていけばいいけど、行かずに行くでいいかな。そうですよね。行ってきゃ別にさ、うん、まあ職人やりたいって言っとる。そうですね、同じ出会いないんだからさ、うん、まあやってみればいいと思うんだけど。面白そうだな。まあファミリーチャンネルどう？ファミリーチャンネル今ちょっと編集中です。編集中です。最近上がったの？最近一番最後はなんだ？一番最後は、あ、でもあのテープのやつですね。そのテープ、脱毛テープ。あ、それ見てねえよ。うん、あの、カンタに寝起きドッキリを。ね、どれだけペタッと貼って。お前それはかわいそうだぞ。えぐいっすね、なかなかやることが。お前職人さんなんか今夏だからもう貸し状態だよ。ほぼ死ぬかギリかのメイドギリ。こんな草厚い中でも働いてるんですよ、お前朝。でもあの、あれバリーってだろ。最終的にはあの、喜んでましたよ、だから。どういうか、あいつは。嘘。いや、もともとやりたいっていう話があった前提でですよね。あ、そういうことね。そうです、そうです。どっかでじゃあ朝仕掛けるよって。テープをやるよとかやりたいとかじゃなくて、脱毛をしたいなみたいな、あっていうのがあったから、うん、朝だったの？やってあげて、夜に寝とる時です。朝、朝起きんもんで、全然起きてこんもんで。起きてこん、休みの日休みの日で起きてこんかったもんで。でもあれですよ、11時ぐらいとかまで寝かせて、おうおう、そろそろいい加減ちょっと動き始めるとどこも何もできんよっていう時に起こしてあげました。もういいよね、完璧。これなんかもうバーベキューの立ってる前、職人の全部のやつ。そうですね、全部一人でやってましたもんね。宅飲み小屋みんなご飯作ってあげて、宅飲み来るって言ってトシ君来るって言って料理作っとったら作らんこんかってとか。いや、絶対寝坊とかじゃ違う。女は他の女にも電話しとったら、たまたま折り返しかかってきて行っとるって。あんな絶対やって。いいよ、そっち行くわ。絶対行っとるって。この前初めて自分一人で声かけられました。そう、しかも近隣挨拶行って、入居者アパートやるんですけど、次、うん、入居者案内行ったら主婦の方と家来て、佐々木さんですよねみたいな、インターホンで YouTube よく見てますって言って声かけられて、めっちゃ汗だくで、あのチラシ持って、すいませんって、あの、工事させてもらうって言ったのに、いちご狩りも見てますよとか言って、初めて自分、いつもカンタがいると、一緒にっていう感じなんですけど、私一人で初めて声かけられて。塗り替え道場って知っとって？知ってました。塗り替え道場の、塗り替え道場も見てますって。ちょっともう、じゃあ本編の方戻ろうか。そうですね。ちょっと時間潰すぎた。結構脱線しましたね。ちょっと脱線すぎた。多分な、本編が詰まっちゃうね。まあじゃあ現場にね、はい、行きましょう。実際に。お願いします。行ってきてください。ゴー！おるわ。いますね。なんかでも一人っぽいな、でもな。なんか、そうですね。他の方が見えないですね。他の方が見えない。ミッキーマウス来てるぞ、ミッキーマウス。お疲れ様です。結構愛用してます。かっこいいってことでしょ。ミッキーマウスおしゃれと思ってました。いやお疲れ様です。一人です。まあ座ろうか。じゃあちょっと今日質問が来たんだな。本当ですか？どう、現場どう？結構入っとったの？そうですね、結構入ってますね。あ、本当？はい。何件ぐらい？まあ、でも、6件ぐらいですかね。6件目ぐらいですかね。これで6件目？はい。まあ、今日ちょっと言いづらい話来たのは。あ、本当ですか？なんか、使ってるってことじゃなかった？あの営業のってことですか？もう使ってないっすね。いや、正直言ってほしいんだわ。いや、本当に使ってないっす。何年前使ってるやろ。はい、他の現場で使っとるやろ。いや、使ってない嘘つくやろ。本当に使ってない。いや、俺聞いとるやん。いや、本当に使ってないです。なんその噂だった。
いや、僕が聞きたいぐらいなんですけど。いや、聞いてよ。いや、結構2人ぐらいってことだよ。で、なんかたまたまどこでも一緒におったの？いや、まあ、一緒に材料、材料とか一緒におったじゃなくて、あったんですけど、なんかそんなたまたま時間合わんやろ。いやいや、ほんとなんですよ、これ。さっき聞いてほしい。僕は、だろ、そこに。あ、それ、と、だね、渡辺くんと、はい、あいつがおったんでしょ。あいつそう、例ですね。あ、そうです、はいはい。3万円でアルバイトしたやつ。はい。3人でしょ、だろ。たまたまなんか3人で一緒におったわけじゃないですけど、まあ、しかもそれなんかプル盗みに行っとんじゃねえかって。いや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 、ちなみに俺は使うのは全然問題ない。ホントですか？いや、使ってないんで。いや、逆に使ってなかったら使ったれば。いや、でも連れのとこ行くみたいな声かけてあれば変なとこ使う。俺は全然使うのは全然問題ないし、まあ俺どこでも言ったけど、この職人やってたやつおらんじゃん。まあそうっすね。目がいい。はい。あー、まあ嘘ついとんなこれ。使ってやろ。使ってないっす。使ってやろ。使ってないっす。使ってやろ、お前。使ってないっす。お前、引き抜きしとるやろ。引き抜きしてないっす。それは僕、職人引き抜きたいっす。あら、塗装の職人引き抜きたいっす。まあ、ちなみに、まあ、引き抜きではないもんね。まあ、最悪、使っとっても。いや、使ってないんで。もし使っとったとしても。はい、もし、じゃあ、扇風で使っとったとしても。もし、扇風言っても。引き抜きではないですけど、まあ、よくはないですよね。まあ話に誰か倒さなかったじゃないですか。僕は。まあそうだよね。はい、いや、俺、いや、別に全然使っていいよ、逆に。いや、どうせなら、塗装の職人の方が良かったですね。まあ、まあ、結構しっかりしょって。もう何年やってんの、職人は。もう11年ぐらい、16歳ぐらいからなんで。16から11年。すごいっす、はい。すごいな。結婚は。はしてないです。今、いくつだ？僕は今27なんですけど、うん、今年28の年です。イケメンやね。過去が汚いわ。でもあれですよ。着てる服はミッキーですよ。だからミッキーがなんかもう長年もう一緒職人っぽくないな。4年ぐらいもう愛用してます。マジで。はい。やめた。じゃあ嘘。2年ぐらい。1年やめたでしょ。いや、ちょっとこれダサい。ダサいぞ。あの仕事にダサいいらんかなと思って。いや、そんなことないでしょ。やっぱ、はい、俺職人やってたらやっぱきちっとしんと、はい。そうですよ。わかりました。何この話みたいな。そう、実はまあ結構でも 2,3 回かお酒も飲みに行って、そうですね、で結構暑いんだから、そんなことするタイプじゃないなと思って、はい、やるなら行ってくるかなっていうタイプでしね。まあこの間も飲んだしね。はい、ね、はい、まあ、ちょっと前ね。そうですね、はい。何で俺ちょっとまた遅刻した。俺が遅刻したけどね。はい、そうか、やっぱ使っとったか。いや、違う。やっぱ使っとったわ。使ってたんすか。まとめるのやめてもらっていいですか。悪いよ。悪いよ。編集で悪いよ。この流れ危ないっす。やりたい放題なの、編集。いや。まあ、これでやっぱ使っとったってことだな。いや、違いますね。どうも、これ聞いとってまとめて。いや、使ってるんじゃないですかね。いや。何も知らないっすよね。全然知りません。まあ、声かけてないんじゃない。いや、崇拝はしとるらしい。いや、俺全然おらんよ。本当に。まあ、でも、連れのところ。いや、連れのところで、まあ、しょうもないところでやってるよりは。もう、こっち来いよ。知りたいね。連れでわちゃわちゃやった方がいいんじゃないですかね。多分、それを選んどるんですよね、多分。まだ、まあ、遊びみたいな。多分、絶対そうだと思うんですよ。まあ、24ですよね。うん。この多分24の時は、その仲間とやりたかったんで。ああ、目を一人親方同士みたいな感じで。あ、違います。多分、従業員じゃないですか。で、連れが親方で、まあ、給料。まあ、こんな時代で。その、連れが結構、塗装屋めっちゃ多いらしいんですよ。従業員です。あ、連れも従業員で。あ、それで会社に多分、入っとると思うんですけど。だから、その、お互い従業員同士で。あ、連れが働いとるところで働いとるみたいな。そうです。めっちゃ多いって言っとったんで。あ、ほんで入れねえ、みたいな。はい。だけど、あいつ、家庭やるでな。そうですね。確かに。そのちゃんとしてるとこかもしれないじゃん。まあそうですね。ちょっとわかんないですけど、この、うん、全く。あ、その一人だけだったら、この爪がやってるようなとこで。そうですね。24号でね。はい。まあ、わからんけど、しっかりしてるつもりじゃない。まとまらんで、まあ、雇ったところで終点。あ、はい。使ったってことで終点。了解です。わかりました。了解。それで行くんですね、一回。うん、それで一回行く。はい。全然やってます。僕、なんて言えばいいんですか。これ、カットしてくれる。いや、嘘。あ、ほんとに嘘っすか。嘘っすか。どんだけや。僕がちょっと YouTube スタメン投与してくれ。はい。若い人、入れるの？いや、まあ入れたいですけどね。うん。まあ、どう？まあ、結論なんだ。おにぎり。そうですね。結論は。結論は。
これから使おうっていうことですかね。まあまあまあ、本当にしっかりした子だからさ。あのまあ、まあ、使えるのは一言言うわね。そうですね、いいですか、うん、ってまあ、はい、そのお互いに分かることだし。分かるしね。そうですね。じゃあ物件で使えへんもんね。もうそうですね。そうなっちゃうもんね。はい。まあそんな感じです。今日はまあじゃあ暑い中、山の来たら、もう早く事務所帰って鍵を置いて。はい、鍵を買って帰るか。帰りますか。じゃあチャンネル登録いい。あ、そうそう、マッチングサイトが今もうオープンしてるんだよな。してますね。一般の人はまだちょっと入れないんですけど、はい、あの業者さんだけはあの入って、あのいろいろなんか施工事例書いたりとかいろんなことができると思うんで、確か。でそこだけ更新しておいてください。で、まあ一般の人に公開して、あ、でも、あ、もう公開されとるわ、この動画上がってる時には。されてます。一般の人にも公開されてると思うんで、まあその時には、直接依頼も来ると思いますので、あのぜひ登録の方よろしくお願いします。お願いします。せーの、またね。すいません。最後ぐらい笑っとかなかった。そうっすね、笑顔で。そうっすね。